Can't lie, I'm doing well for my age. My dog said they're praying on my downfall. Well, they just choosing the casket, now they souls in the grave. I'ma start right, gotta bark right. I induce pain, I am Liu Kang, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch you stargaze. Got a hard bite, I'm a dog with a leash. Better talk right, bet I do this. Not a new kid, been a student. You're a doofus, on the real, leave you clueless. When I shoot shit, style too crisp. And I let it all hang out like a nudist. Oh, you wanna know. スタイリングのコツは最初に、まあ、ドライヤーでしっかり形を作ってあげて、あとはもう全体に中の方からよく揉み込むような形でファイバーポマードをしっかりとつけてもらって、つけムラがあるとつけてるところとつけてないところのムラがはっきり出ちゃうんで、しっかり全体的によくなじませるような感じでつけてもらうのが一番いいかなと思います。癖もあるので癖を生かしてラフにスタイリングをしてあげると硬くなりすぎない感じで自然な感じで形がつきやすいかなと思います。To the homies that could never see the light, and the haters that forever see my ghost. What a night, ah man. 今回使った、スタイリング台はブラザーズから新しく出たファイバーコアードの方をスタイリングに使わせてもらいました。さっきやらせてもらったお客様は手を生かした感じであまり硬くなりすぎないように、仕上げたかったので、今回この商材を使わせていただきました。まあ、どっちかというとこうワックスに近い質感が作れるというのが特徴になっています。パーマスタイルや手のあるお客様に対しては濡れた状態でまずなじませてあげるっていう使い方もできるので、カールをしっかり出したかったりとか、その動きをしっかり出したいっていう時は水分がある状態でこのポマードを使ってもらって、あとはドライヤーだったり自然乾燥で乾かしてあげると、よりカールが出やすくなったり動きが出やすくなったりと、いろんな使い方が楽しめる商材になっていると思うので、ぜひ皆さん使ってみてください。Wake up every morning and a lemon in my tea. More little story is you are you and I am me. Just be.